はいどうも皆さん夜遅くにこんばんはということでアザラシでございます。今回やっていくのはベルトの早替え RTA ということで、ね、シンプルな企画です。今回はこれをね、このベルトを今回 Amazon で頼んだね、この替えのベルトに変えるだけ、何秒でできるかっていうのを測っていこうかなと思います。ベルトの変えるの結構簡単だよっていうのを、そういうのを啓蒙する動画ですね。もう始めるよ。さあ3、2、1スタート。はい、やっていきます。さあ、これ Amazon で買いました。2200ちょいぐらいで買ったかな。今までね、結構ベルトっていうのはですね、まあ、革のベルトなんでね、こういうやつとかね、革のベルトって結構すぐ臭くなったり劣化したりします。まあ、よく見ていただくと分かるんですけども、結構劣化が進んでます。まあ、これね、ちゃんと変える必要があるのかって、まあ、まだ使えるじゃんって思うかもしれないけど、このなんかベルトのね、輪っかみたいなのがなくなっちゃってましてですね、おっと、これはすごいですね。中に工具まで入ってるやつ、工具入ってるやつ、なかなかね、やっぱなかなか箱もしっかりしている。どこの会社のやつなんだろう。まあいいやってるぞ。はい、今回頼んだのはですね、やっぱ革のベルト。これもともとね、イージータイマーかな、タイメックスのね、イージーなんちゃらってやつのベルトの元のやつに近い感じのタイプのやつでありました。まあね、革はやっぱね、金属と違って温かみがあるっていうのと、まあね、金属ね、なんか好きじゃない重いって感じですかね。というところはね、やっぱね、革が好きな人っていうのは、まあ、一つのものを長く使うのもいいのかもしれないですけど、どうしてもね、劣化とかね、匂いがついたりするんでね、そういうところはやっぱね、どんどんね、お店で変えてもいいかもしれないですけど、自分で好きなのを選んでこだわりを持って変えていくのがいいんじゃないかと思います。多分4つ入っていくでもなるじゃん。はい、そういうところは中のベルトのここのヒンジかな、ヒンジっていうのかな、この部分のやつをまず2つ取り出しまして、2つ多分変わらないと思うね、外していきましょう。別にこれ変える作業別に難しくないです。なんかこの特別な作業をやってるとか思ったりしない方がいい。も外します。力をかけてグッとやれば外れます。別になんかこうどっかに引っ掛けるとかあんまり考えず、グッとやると外れない。ダメだ、 OK で、これをですね、こっちに入れます。このね、新しい方の穴に入れます。いいやつですね。少しはこっちはね、楽天かなんかね、まあ、楽天が悪いってわけじゃない、ね、楽天で安く買ったやつ、1000円もしないような値段で買ったベルトなんでね、安いベルトを何回もね、こう変えていくのもいいかなと思ったんですけど、やっぱ安値の理由があるということでね、その辺はまあいろんなベルトを試してみるといいと思いますよ。ベルトをね、変えるっていうことでね、随分とね、やっぱ印象は変わってくるからね。ベルトの腕時計もね、新しい腕時計を変えるっていうのもいいかもしれないし、普通の腕時計を長く使っていく、ベルト変えながらね、それもなかなか趣があっていいんじゃないかなと思います。このベルトの時でも全然違う表情を見せるじゃないかっていうね、ベルトがね、腕時計がね、それもね、またな、いいところな気がします。ここはね、力技で外し入れていきます。片方、これこのビスみたいになってる、これはね、こう、バネみたいになって、こう、ビョンビョンってなるんで、力を入れて、押し込む作業になります。押し込むですから、片方の穴に入れて、もう片方の穴をこう一応下げてはめるみたいなですね。よし、あれ、成功とかね、日本にもいい時計のメーカーあるんですけど、時計これ逆じゃない？逆な気がするな。逆だな。逆だ。やばい。RTA とか言いながら逆だ。まずい。外して、すぐ外して、すぐ外れて。逆でした。これ見ながらやったから間違えた。1回分つけたらこっちの方がいい。
よし、はい、ということで4分35時間が4分35秒で4分35秒641で終了ということです。まあ、これぐらい簡単にね腕時計のベルトを変えることはできるので皆さんぜひチャレンジしてみてください。ほなまた別の動画で。